さんはアキネーターを知っていますか？質問に答えていったら自分の想像しているキャラクターを答えてくれる AI です。こいつにヌビレットを吐き出させるんだろ。まだ新キャラだからさすがにわからないでしょ。早速やっていこう。今回はウェブでやっていくよ。よくある中華系広告でさ、最近ワンワン広告がやばい。それはマシンガンワン。しっかりそういう広告は閉じていきましょう。無駄に閉じる時のバツ小さいの地味にストレス。わかる。何ですか？動物とキャラクターで永遠に迷うのやめてもらっていいですか？いやだって、ヌビレットはまず水流じゃん。まあギリ理解。で、ラッコじゃん。それはちょっと似てるだけだろ。そんでこいつママパパ赤ちゃんじゃん。怒涛のラッシュやめろ。ほら、どれがどれだかわからないでしょ。ヌビレットは空想の存在なんだから定義はキャラクターだろ。マリサ、ひどすぎるよ。そんなオタクにマジレスしなくていいじゃん。ヌビレットも原神世界で必死に生きてるんだよ。何この流れ。あとこのチャンネルだってヌビレットこするだけが取り柄じゃん。それはウプ主に大ダメージだからやめろ。あとなんでラッコと同化してるの？仕方ないのでキャラクターでやります。ヌビレットの属性の数に恐れろアキネーター。マジで勝てそうなの笑える。下でホームアローン流れ始めててくさ。広告が YouTuber 殺しなんよ。YouTuber ですか？なんでその見た目でそんな可愛い声なんだよ。ヌビさんが腰痛でやってるの想像したら笑う。アンチコメ来たら泣いてそう。男性。漫画やアニメに関係ありますか？これむずいな。原神全部一応あるもんね。続報永遠に出てこないけど、いけたらいくくらいのノリでアニメの告知してそう。絶対来ないやつでくさ。戦う？まあそこそこには戦いそうだよね。今後の魔人任務でもっと戦闘描写見せてくれ。10巻以上漫画がある？サムネだったら多分10個以上ありますよ。これ以外にもまだまだあるの狂気すぎる。それも同じ画像ばっかでくさ。スマホゲームのキャラ？やっとそれらしいやつ来たな。あんま性格とかは聞いてこないんだね。剣を持って戦う？杖っぽいよなこれ。頭に何かかぶってる？これはかぶり物なのか？脳幹脳幹。100年以上生きていますか？おっと、これは先生と呼ばれる？想像してるの絶対こいつじゃん。モザイク貫通もラックやめろ。女性の洋服を着てる？世界大会に参加した？風に関係がある？自身縛りでもしてんのか。次ライデンに行くように誘導したくなってきた。黒髪？女性向けゲームのキャラ？結婚したのか？俺以外のやつと。結婚して1年、大好きだった彼と再会してしまったあなた。お前と結婚するのは俺だと思ってた。今夜は返したくない。携帯恋ゲーム、今夜あなたと眠りたい。今夜で検索。なんだよ今の特級呪物。声が神谷博士に似てたから迷うな。揺らぐことなし。揺らいでんだよ。金髪？髪の毛生えてますか？ネタにできるような質問してこねえなこいつ。次回作でも出ますか？髪は銀か白色？お、まともなやつ来た。さらし系配信者ですか？この質問でこいつなんで笑顔なんだよ。めちゃくちゃどやってて笑った。アキネーターはこれこれリスナー？長い髪型？なんか近づいてきた感あるな。聖杯に関係してる？もうどのアニメかわかっちゃうのくさ。音楽や歌が好きですか？ヴァンパイア？私ヴァンパイア。なんか信用できないから他のキャラでやってみます。みんなも当ててみてね。男性。黒髪。学校に通ってる？剣を持って戦う？緑色のイメージですか？そのキャラクターは砂漠に関係する？ここからは本気でいくよ。本気も何も質問に答えるだけなんだけどな。黒髪。男性。剣を持って戦う？学校に通ってる？頭に何かかぶってる？戦う？人間。髪の毛がありますか？武器を装備してる？妖怪ウォッチのキャラクター？なんかグダってない。スマホゲームのキャラ？読解で答えられたアルハイゼンがおかしいんだよ。
めっちゃカットしました。中堅くらいあったね質問。無事にヌビレットを答えられたね。その締め方は無理があるだろ。逆にこの画像にどう触れればいいかわからんだろ。見た目シュールすぎるし。とりあえずチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。実装まで頑張ってこすっていくのぜ。また見てねー。